疲れたな。少し休むか。あれ、瀬戸隊長は？少し前に周防に戻ったよ。俺は仕事で戻るが、お前たちは呼び出しがあるまで好きにしてていいぞって。おっと、残念ながら自由行動終了のお知らせだ。瀬戸招待に招集がかかったぜ。やれやれ、お上が働けときたか。用意はいいか、ユイと花火。ああ、私も大丈夫。大丈夫にするしかないものね。だな、海抜群にいる限りこういう別れは必ずある。乗り越えるしかない。そうだな。ナギ、いつ退院したんだ？言ってくれれば迎えに行ったのに。え？ああ、今朝急に退院が許可されたんだ。俺も。じゃあ退院早々呼び出されちまったってわけか。ついてねえな。でも、この間の配置化軌道の任務の後からずっと入院しっぱなしだったよね。もう怪我は大丈夫なの？おかげさまでな。体がなまっちゃってるから出撃命令が出てよかったよ。待たせたな、みんな。お、ナギ、今日から復帰か。無理するなよ。はい。さてと、今回はカレン連隊長からのご指名だ。区など高速輸送道路に怪異予報が発令されたらしい。今回もスリーマンセルで行くぞ。俺とナギ、つぐみが第1班、カゲロウ、ユイと花火が第2班だ。区など高速輸送道路には最近多数の国防軍が出撃している。あっちは軍隊といえども所詮一般人だからな。怪異との戦いに巻き込むわけにはいかない。もし見かけたら距離を取るよう警告してくれ。それじゃあ船戸高速に向かうぞ。ナギ、大丈夫か？ん？怪我のことなら大丈夫だって。違うよ、あのナオミのこと。ああ、そりゃナオミちゃんが戦死したのはショックだけど、でもいつまでも落ち込んでいるわけにはいかないからな。え？戦死？ナオミは生きてるぞ。は？ユイと、笑えない冗談言うなって。え、いや、そりゃあの怪異になった状態を生きているっていうのは変な感じもするけど、でも確かに生きているんだし、もしかしたら元に戻すことも。怪異になった？ユイト、お前寝ぼけてるのか？え？出撃前に変なこと言うなよ。俺たちはこれからニューヒムカのためにカイと戦うんだ。ナオミちゃんが死んだことを受け入れて前を見なきゃだろ。ほら、行くぞ。ナギのやつ、どうしちまったんだ？分かってると思うが、怪異予報が発令されたってことは
かなりの数の怪異が現れるってことだ。長い一日になるだろう。心してくれ。無理はするなよ。今日の天気は怪異、ところにより激しく降り注ぐでしょう。てな、火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。やっ、それ、やっと貸してくれ。やっと、それ、やっと、ちょっと自信ついてきたかな。敵は何か落としたか。
なに夢なぎ寮でおみくじ引いた時のことを覚えてるか。もちろん出会いの日だからな。ナオミちゃんとあの子が戦死したなんてまだ信じられねえよ。記憶ははっきりしてるみたいだな。ナオミが開花したこと以外は。あいつの固い外角を壊すには何かでかいのを叩きつけるのが良さそうだぞ。ではし、ユイト、念力だ。やったやっと。私はこの道路の先にも町があって、相撲ともそれなりに交易があったらしい。今じゃどの町も廃れちまって、ここを利用するのは怪異と海抜ぐらいだった。危ないぞ。リンド、敵は燃えてる。力を貸してくれ。知ってるか。桜の木の下には死体が埋まってるって話。これだけの巨木が育つのにどれだけ多くの死体と時間がいるんだろうな。見た感じ何も埋まってない。ちょっとつぐみちゃん、せっかく俺カッコつけたのに。やっ、 やっ、 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 やっ、
今の場所が弱点か。このままじゃ大丈夫？お願いユイト。そらっ、やっこっつで、戦闘にも慣れてきたようだな、ユイト。様になってるぞ。ありがとうございます。中心付近だ。みんな用心してくれ。生徒隊長、ここが怪異予報の出たポイントだよな。ここに来るまでにも怪異にあったけど。いや、怪異予報が出た場所にはもっとうじゃうじゃいるはずなんだけどな。渡る、周囲の怪異の様子はどうだ？予報が出た場所とは思えませんね。何かの間違いかな。それに予報の出た場所にしては通信がクリアですね。今怪異症の予報情報を再確認。どうした渡る？隊長、囲まれてます。上か。あれ、怪物軍？おい渡る、俺たち以外にも派遣された隊がいるのか？ダメ、ジャミングされてる。多分あいつらのせい。セト、俺はまだ信じられない。あなたがあんなおぞましい研究に加担しているとは。ゲンマ、何を言っている？それはとぼけているのではなく、本当に知らないのか？だとしたら今は抵抗せず、一緒に来てもらえないか？ゲンマ、命令に反するのか？カレン連隊長の理想に準じる気がないならお前も！ユイト、瀬戸さん！なぜ瀬戸正体がここに？チョウカ、フォロー頼めるか？ここから離脱したい！そうね。味方同士で戦うなんて馬鹿げてる。ゲンマ、一緒に来い。お前が何を吹き込まれたのか教えてくれ。いや、しかし周りの怪物軍は僕らが引きつけます。彼らもセプテントリオン2人を敵に回して勝てる自信はないでしょう。俺が相手でも同じことが言えるか？兄さん、ルカ、やはり来るんだな。みんな、兄さんは僕に任せて。甘い！まとめてかかってこい。相手をしてやる。嘘、本当にカレン連隊長と戦うの？怪物がナンバーワンで兄さんはやめたのか？こんな展開になるとはね。花ちゃん、しっかりしな。どんな攻撃が来るかわかんねえぞ。避けられるか？おっと、俺の超能力の出番だぜ、ユイト。カレン連隊長、どうして俺たちに攻撃を？全部あなたが仕組んだのか？ゲンマに何を言った？答
大丈夫かね。知ってどうせ、俺が答えたところで貴様らの運命は何も変わらないだろう。これはどうだ。自分が効かない。戦場のために海抜群を先導するなんてやり方は人としての道理に反します。僕は兄さんの行動を許せない。でも説明してよ。理解したいんだ兄さんの。お前に俺は止められんぞ兄さん。あがいてみせろ本当の力とは。こういうものだ。ボロダメ。まずいな。避けられるか。どけ。なるほど、今回は少し違うな。だが、まずい、みんな避け。おい、ナギ！なんて！いや、違う。ニューヒムカに忠誠を。ナギ！あ、ユイト。
い。カイなんだ頭が。ナギ大丈夫か。ユイト、カサネに協力しろ。ナギは俺が引き受ける。はい、カサネ頼む。任せて。瀬戸隊長、カサネ、ありがとう。助かったよ。カサネ、大丈夫か？何？具合でも悪いのか？ずいぶんぼんやりしてたけど。大丈夫よ、気にしないで。それよりユイと一緒にカレンのところへ行きましょう。カレン連隊長のところへ？今の俺たちで勝てるのか？いえ、彼は敵じゃない。でも俺たちを襲ってきたんだぞ。違うのよ、ナオミのことが分かったの。あれはナギ、何をするんだ。問答無用、お前たちを処分する。凪、そういうことか。凪、お前は邪魔だ隊長。当たり前だ、邪魔してるんだからな。ヒュイトを殺せばお前が後悔することになる。凪、だったらお前が死ね。瀬戸隊長！ダメ！ここにいたのか。瀬戸さん！ただでは死なないぜ、ナギ。お前も俺の部下だからな。そっちには行かせない。
サネ、どうした？俺の力がカサネに共鳴してるのか？大丈夫か、カサネ。ええ。何、これは。あれは、スメラギの門。それにあの格好、伝承のヤクモスメラギみたいな。何がどうなって。そうだ、カサネは。花火、花火、大丈夫か。うん。何、なんでこんなことに。やっと見つけた、つぐみ。よかった、無事だったのね。私は無事だけど、瀬戸隊長、ダメ、もう遅い。無事だったか、剣馬。まさかと思うけど、まだ戦うつもりか。あの地震の後でまだ戦おうという意志を持つ奴はいないだろう。地震？ユイト覚えてないの？カレン連隊長に襲われて吹き飛ばされた後、この辺りにものすごい大きな地震が起きたのよ。全然気づかなかった。俺が気を失ってた間か。それにあの空を見ろ。なんだあれは。あの場所に何らかの重力異常が起きているようだ。海抜群の仲間が瓦礫もろとも吸い込まれた。中を透視したけれど何も見えない。近づくのは危険。それに
こっちに火の手が迫ってる。今逃げないと間に合わない。わかった、ゲンマ。一時休戦だ。一旦ここを離れて状況を整理しよう。そうだな。待って、瀬戸隊長のご遺体はこのままにしておくなんて。俺が運ぼう。それじゃとりあえず俺たちのアジトに行こう。みんなついてきてくれ。カサネは無事なんだろうか。それにあの時見えた映像みたいなのは一体。隣の倉庫の奥にある冷蔵室の一部を借りたぞ。瀬戸の遺体を置かせてもらった。ゲンマ、運んでくれてありがとう。いや、ナオミの次は隊長まで。海抜群が危険だってことは分かってたけど、でも。そうだな、こんな同士討ちのような形で。同士討ちにはゲンマも加担してた。ゲンマ、知ってるなら教えてくれ。何が起きているんだ。どうしてこんなことになったんだ。全てはカレン連隊長が仕組んだことだ。カレン連隊長はニューヒムカ政府がスウォー教を中心とした管理社会の構築を目指していると言った。それは俺が今まで見聞きしてきた現実とも一致した。管理社会？どういうこと？例えば俺たち超能力者は9割がスカウトで海抜群に入る。拒否権はない。スカウトには年1回の国民健康診断が利用される。当然検診も拒否はできない。町には無数の監視カメラがある。あまり知られてはいないが、カメラには盗聴機能も備わっている。そこから反体制グループが検挙されることもある。これらはニューヒムカの体制の一端に過ぎない。これは公然の秘密だが、海抜群の仲間にもある日突然人が変わったようになる者がいた。皆体制に批判的なものばかりだったから、何か精神をいじられているのではと噂されている。精神をいじる？もしかしてナギもそれなのか。カレン連隊長はこういった国民統制をやめさせると言った。そして海抜群にいる政府の犬を駆逐すると。政府の犬って、まさか瀬戸隊長を襲ったのは。そうだ、カレン連隊長は瀬戸が政府の行っている人格矯正に組みしていると言った。証拠も見せられた。だがそれでも俺は信じがたくてな。話を聞くために瀬戸に対峙する役を受け持ったんだ。瀬戸隊長が？いや、瀬戸隊長はナギをこちらに引き止めようとしているように見えた。瀬戸隊長はそんなことしない。そんな人じゃない。待って、つぐみ、そんなのゲンマだって分かってるよ。ゲンマが見た証拠はそれだけ説得力があったんだよね。ああ、しかし瀬戸も政府の計画に加担しているようには見えなかった。それにお前たちがカレン連隊長に飛ばされた後発生したあの妙な空の穴と地震だ。あれは尋常じゃない。海抜群の何人かもあの空の穴に吸い込まれて消えた。それなのにカレン連隊長は反乱計画をやめなかった。それで俺はカレン連隊長にも疑問を持ったんだ。だから俺たちと一時休戦した。そうだ、これは単なる反乱ではない。何かがおかしい。俺はそれを知る必要がある。俺が加担した反乱のせいで瀬戸は命を落とすことになったんだからな。ユイト、ゲンマのこと信じるよね？でもゲンマは私たちを信じてくれなかった。
つぐみの言う通りだ。もう少し慎重に動くべきだった。ユイト、俺にも真実を知る機会をくれないか。この反乱が何のために引き起こされたのか知りたいのだ。本当に国民統制をやめさせるためなのかどうかを。うん、俺も知りたい。それに空の穴のことも気になる。だからゲンマ、一緒にスオーへ行ってみよう。きっと何か手がかりがあるはずだ。つぐみ、納得してくれる？納得できない。でもゲンマが謝るなら我慢する。そうだな、もっと慎重であるべきだった。義憤に駆られて冷静さを欠いていたのは事実だ。申し訳なかった。瀬戸にも謝罪した。もう遅いのだがな。分かった。よし、少し休んだら都合に出発しよう。最近花火とちゃんと話せてない気がする。あの凪が瀬戸隊長をこの目で見たのに、まだ信じられない。どうしちゃったんだよ凪。